はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、カズマックスからちょっと皆さんにお知らせがあります。はい、というわけで、どうぞこちらをご覧ください。こちらですね、ピクシブのブースっていう、ショップシステムを使いまして、カズマックスオリジナルの、コーヒーグッズを作りました。僕これまでコーヒーずっと長年やってきて、もう9年10年くらいかな、悩みがあったんですよ。コーヒー好きのためのアイテムがあまりないと。要はコーヒーをやるためのアイテム、もちろんドリッパーとかドリップポットとか、コーヒー専門器具ですよねっていうのは結構ありふれてるんですよ。だけれども、例えば普段身につけるキーホルダーだったりとか、T シャツとかバッグとか、ちょっとしたこう小物にやっぱり自分の趣味物とか好きなものって、やっぱキャラとかもそうじゃん、入れたいじゃない。こう自分はこれが好きなんですって自分でも持ちたいし、周りにもこう主張したいしっていう、こう自分はコーヒー好きなんですっていうアピールアイテムがね、あんまりないなって思ったんですよ。たまにカリタさんとかからガチャガチャとかでね、キーホルダーとか出たりもするんですけれども、本当にそれくらいでめったにないの。だから作ってしまえと思って前からねあったんですよ、ご要望が。エコバッグとかが欲しいですと。でちょこちょこね、僕がツイッターに上げてるコーヒーのね、なんて言うんでしょうね、このピクトグラムっていうんだったかな、この老若男女、あと国とか問わず、本当にグローバルに誰しもがこのマークを見れば、コーヒーってわかるよねっていうようなマークをオリジナルで作ってみたんですよね。それをツイッターに上げてて、かなりねそれご好評いただいてたん でそれを使ってエコバッグとか欲しいですってご要望もあったんで、ちょっとねやってみようと思ってやってみました。でね、作り出したら楽しくて、バッグのみならずいろいろ作っちゃった最近ってすごいね、 YouTuber とか個人が増えてきてさ、活動する人がオリジナルグッズとか作れる機能が増えてたのは知ってたんだけど、ここまでとは思わなかった。ちょっとご紹介したいと思います。まずこちらコーヒーのエコパックですね。はい、タイプ A、 はい、こんな感じでね、マークを印字しておりまして、ちょっと文字もついてるんですけど、ないバージョンのこういったねタイプ B とかもあったりとかして、よくないこれ結構自分で作っときながら何なんですけど、結構これ自分で欲しいんだよねだから自分でも注文しようかと思って。あとね、これもう一個ご要望があったね、コーヒーのマスキングテープですよ。結構いい出来だと思うよ、本当に本当ピクシブすげえよ。なかなかこういうのね、今までコーヒー界でなかった気がするんで、いやこれ意外にいいのできたぞと思ってね。でモバイルバッテリーとか、これチーロのやつねとか、コーヒーのメモ帳とか、これ一応カズマックスが作ったもんではあるんだけど、今回に関してはね、カズマックス色をあんまり強く出していません。要はコーヒー好きのために、すべてのコーヒー好きの人にこうコーヒーアイテムを持ってほしいから、カズマックスのファンアイテムなんじゃなくて、コーヒー好きのためのアイテム。ほら学生さんとかはさ、このペンケースとか良くない？あとこれはちょっと派手かもしれないけど、コーヒーのねiPhone ケースとか、あとシンプルにロゴ T シャツとかもね、これは持ちなしですけれども、白と黒とか作って、素材の違いでね、ちょっと黒は高くなっちゃうみたいなんだけど、他にもねパーカーとか、ドリップポットとか、こういうののキーホルダーとか、アクリルキーホルダーねとか、マキネットとかね、こんなニッチなもんなかなかないでしょうあ、缶バッジとかさ、あとこれは完全にカズマックスなんですけど、マグカップとかね、でスマホリング、これでも売れてますよ。あとコースターとか、あとジップパーカーとかね、このワンポイント、こんだけシンプルであればね着やすいでしょ。あと枕カバーに、クッションカバーに、ブランケットに、これ傘なんてのもあるんですけど、これ傘だけで突然高くてねなんか職人さんが一個一個手張りしてるらしくて、なんでそここだわったんだって話なんだけど11,800円だよこれさすがにこれ自分でも手が出ないわ。誰に需要があるか分かんないから、とりあえず作っといたけどね。あとコーヒーの手帳型のこの iPhone ケースはね、素材が結構人気らしくて、今品切れになってますね。何せこのエコバッグとマスキングテープがいいね。あとノートか、ノートとメモ帳、ペンケース、いろいろいいねいや本当自分が欲しいなっていう、コーヒー好きとして欲しいなっていうものなんで、いろいろ選びました。このくらいだったらさ、さりげないじゃない、買い物の時とかに持ってってさ、こう持ってても別に派手じゃないし、だけどよ見てみりゃコーヒーってわかるし、あ何それってちょっとこう話題にもなるしさ、いやいいね。このピクトグラムをね、ちょこちょこ作るのが結構趣味でね多分これからもちょこちょこ増えてくるんですけど、でそれをね、生放送 のメンバーシップ限定のスタンプにとかも流用したりしてるんだけど、
多分これコーヒー好きに使ってもらえると思う。もしよろしければ、本当に今回宣伝なんですけれどもね、コーヒー好きのためのアイテムが欲しいという方、ぜひぜひいかがですか。僕の一押しはこの、エコバッグとマスキングテープとメモ帳かノートかな、学生にはペンケースとか、あとまあ寝巻きとかね、部屋着とかにこのコーヒーロゴ T シャツもあってもいいと思うし、コーヒーイベントとかあったら、まあイベントとかじゃなくてもこれに1枚着てね、なんかジレとか着たらちょっとおしゃれかもしれないしね、まあなかなかいいのができたんではないだろうかと思っております。はい、というわけで、今日のカズマックスの、動画、すいません、本当に告知なんですけれども、ちょっと作ってみたんで、もしよろしければ概要欄にねリンク貼っておくんで、このショップ見てみてください。多分これからちょこちょこ増やしてはいくとは思うんですけど、あとこういうこう模様が欲しいとか、こういうのを使ってね、なんか希望がありましたら、コメント欄でいただけると参考になるんでありがたいです。はい、というわけで、今日のカズマックスの動画でございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。僕もね、なんかいくつか買ってみようと思います。